今日は60運動について紹介します。取材した矢野アナウンサーです。はい、お願いします。はい、皆さんは60運動をご存知でしょうか。これは来年に迫った岩手国体をきっかけに県内の小中学生に1日60分つまり1時間以上の運動を促し運動習慣を身につけてもらおうとこの春県の教育委員会が始めました。1日60分とした理由やその効果について県教育委員会に話を伺いました。日本体育協会が示している中に、アクティブチャイルドプログラムっていうのがあるんですが、その中で、体力が向上したり肥満が予防されたりあるいは心が、健康になったりとそういうふったものを考えたときに児童生徒には1日60分以上の運動が必要だというのが示されておりまして、それを根拠に60分といたしました。この運動習慣に関わる問題は、学校の時間だけじゃなくて子どもたちの生活時間全部に関わることですので、地域の中で運動に親しんでいただいたり親子で運動していただきたいというふうに考えております。はい、運動といっても激しく体を動かしたり本格的なスポーツをするだけではないんです。このように帰宅後の運動、軽い運動や掃除、そして徒歩通学なども運動に含むんです。まあ、体を動かすということなんですね。はい、運動といってもね、1日60分というと難しいかなと思うかもしれないんですが、はい、このように徒歩通学の往復30分、休憩時間、休み時間の遊びで15分、そして帰ってから帰宅後の運動で15分、これらを足すとちょうど60分となります。小刻みでもしっかりと体を動かすことが大切なんです。そこで今月から60運動を取り入れた紫波町の小学校を取材しました。紫波町の彦部小学校、小学校に通う子どもたちが体力アップのため代々続けてきたのは裏山を使ってのマラソンです。この活動は昭和59年から30年以上行われています。舗装されていない参道のコースは1周5分ほどですが、上り下りが結構あり足腰と精神力を鍛えるためにとてもいいそうです。こうしたように彦部小学校では体力向上のための活動を長年積極的に続けていることから、今年度全国学校体育研究優良校にも選ばれました。この日行われたのは1年生から6年生まで全校児童40人が参加した年に一度のマラソン大会。学年ごとに走る距離は変わり、上級生は校庭だけではなく学校の周りの道路も走ります。もちろんマラソン大会は地域の大人たちが子どもたちを常に見守り、その頑張りを応援しているからこそできる取り組みです。この日は2人が大会新記録を出すなど自己ベストを更新する子どもが相次ぎ、着実に成果が出ているようです。目標に向かって最後まで頑張る子どもが増えたと思います。町の記録会や校内マラソン大会では入賞はもちろんですが自己ベストを更新することで自信を持つ子どもが増えました。こちらは運動ができたかどうかを記録するチャレンジカードです。ポイントや目標、そして自分がどれだけやり遂げることができたかが一目でわかります。高学年なんですけれども、ほとんどの子が、先月まで陸上記録会の取り組みがあったので毎日か塗ることができていたというふうな結果になってました。一緒になって活動したりとか、あとは一緒に励ましたりとか、そういった活動ことを通して子どもたちに自信をつけて運動してもらってます。ほとんど毎日60分以上運動できましたか？はい、はい。お母さんが1日にどのぐらい運動するか言って足りない時間を毎日運動しました。自分の行っているスポーツ少年団での活動や普段の生活の中での運動している時間を記入しました。あと他に何か塗ったのってありますか？犬との散歩とか
い、子どもたちはこの運動をきっかけにさまざまなことに目を向けチャレンジを始めているそうなんです。例えば家から学校が遠い子も徒歩通学の機会を増やしたや、回覧板を隣の家に置くお手伝いを始めたや、お母さんやおばあさんとバドミントンをする機会を作ったなどです。こういった活動も運動に含めるようになったそうなんです。ただこういうのこれやはり60分っていう目標を定めることによって毎日続けていくっていうこと、これ大切なことですね。そうなんです、うん、習慣化が特に大切なんです、はい、岩手県の子どもたちは全国に比べてこの肥満率というのも大きな課題があるんですね。16歳の女子は全国でワーストですし、6歳から17歳までは男女ともに全国平均を上回っているんです。現代では運動することしない子の二極化が問題となっていますが、この60運動では遊びやお手伝いも運動に含まれますので、運動が少し苦手だなという子もこれをきっかけに運動を身につけてもらい、心も体も元気な岩手っ子が少しでも増えるといいなと思います。以上、岩手元気丸、今日は60運動を紹介しました。